てはこれからどんなご自分になっていきたいなっていうふうにお考えでしょうか。まだまだ発展途上だっていうふうに自分で思っているので、これからもっともっと、なんか楽しんで、せっかく今ここにいるというか、この時代を選んで生まれてきているなっていうのを感じているので、今できることっていうなんか可能性みたいなのを前は感じることができなかったんですけれども、今はいろいろチャレンジしたいなっていうふうに思えているので、何っていう限定ではなくて日々楽しんでいきたいなっていうふうに思っています。ありがとうございます。